Hi everybody, Leo です。ということで今回は陰謀論の真実というテーマでお届けしたいと思います。最初に言っておきますけど、この動画、恐怖や不安を煽る動画ではなくて、最終的にはラブに着地するようになっています。はい。人類愛に満たされる、そんな動画になっているので、最後まで安心して見てください。皆さんの周りに陰謀論好きっていませんか？例えば某コロピーはビル・ゲイツがばらまいたんだとか、よく今話題になっているワクワクさんは人口削減計画だからみんな打っちゃダメ、目を覚まして、洗脳から目を覚まして、そんな陰謀論を SNS で拡散しまくっている。はい、こんな友達身近にいませんか？今回は仮にもし本当にこの世界を支配したいと思っているそういう人たちがいるとしたらば、 SNS で陰謀論を拡散しまくってる人、みんな目を覚ましてって言ってる人たちの方が実はそういう支配者層の手先として利用されてしまっているんだよっていう話をしていきます。陰謀好きの人っていうのはこう人類をこう救いたい、こう陰謀から人類を救って支配から抜け出したいっていう、まあこうリターイというか人を助けたいという気持ちでああいうニュースを拡散してるんですけど、実はそういったニュースを拡散する行為が皮肉にもいるかどうかわからないですけど支配者層の目的に加担してしまっている、そんな事実をお届けしたいと思います。ピアスということで、このチャンネルは宇宙と共鳴し愛に目覚めながらハッピーにポジティブに生きていくための方法を教えていくチャンネルなんで、今回の動画、まあ最近ちょっとまあなんかショッキングな話続いてますけども、全部愛へとラブへとポジティビティへと皆さんを導いていくチャンネルなんで、はい、他にはこんな動画アップしてますよ。ピュースということで、まず最初に俺のスタンスを明らかにしておくと、俺は自分で見たもの、自分で経験したこと以外は妄信したくないっていうふうに思ってるんですね。なのでテレビやネットニュースのコロピーの増加数とか、ああいう数字ってなんか操作してんじゃねえのとは思いますけど、別にそれ以上の感情は抱かないようにしているんですね。で、この気持ちって陰謀論に対しても全く同じ気持ちを持っていて、支配者がいるとか、人類は管理されようとしているとか、そういうことって、まあ、結局あるかどうか、実際に俺がそういう人たちを見たり、まあ、出会ったりしたわけではないから、妄信したり絶対にしないっていう、まあそういうポジションを取ってるんですね。で、このチャンネルで俺が常々言ってる、与えたものを受け取るっていう引き寄せの法則や、人類はもともと全て一つで繋がっているっていう、ワンネス的な世界観っていうのは、俺がペルーのアマゾンのジャングルでアヤワスカを飲んで、実際に自分で体験したこと、見たこと、肉体的実態を伴って経験したから俺は信じてるんです。絶対ワンネスはある、引き寄せの法則もある、こういうふうに信じてるんです。例えば富士山に登ったことのある人がすごい辛い思いして富士山に登って、でも山頂からの景色は最高だったっていう、まあ、肉体的実態を伴った記憶経験があるじゃないですか。その富士山を登ったことがある人が富士山最高だったっていう記憶を信じているのと同じように、自他の境界線のない美しい高次元の世界が存在しているっていうことを俺は経験として信じているわけです。まあ、何を信じるか何を考えるかっていうのは本当にその人の自由なので、一切誰も否定しませんけど、自分で見たり聞いたりしたわけでもないものを、それがテレビのニュースだろうと陰謀論だろうと、盲信的に信じ込むのって、まあ、危ういなというか、なんか危ない匂いがするなと思うんですよね。判断材料の一つとしてするにはいいんですけども、信じ込むっていうのは、ちょっとなんか危なっかしいなって思ってるんです。では早速本題に入っていくんですけども、冒頭で話した SNS 上で陰謀論をシェアしまくってる人は、実際には支配者層、にうまく利用されてしまっている可能性があるんだよって話をしていきます。これも俺は実際にそういう人たちに出会ったことがないので、
まあ、半信半疑なんですけども、もし実際にそういう支配者層がいるとしたらば、その人たちっていうのはめちゃくちゃ頭がいい人たちだってことなんです。この緻密な資本主義、今の経済のシステムを作り上げて裏で操作している人たち、こういう人たちが本当に存在しているのならば、めちゃくちゃ頭が良くて、当然人類のことは何でも抑えている可能性があるってことなんですよ。人類のことは何でも知っている。だから当然引き寄せの法則、そういうスピリチュアルな知識も抑えているに違いないって話なんです。与えたものを受け取るっていう引き寄せの法則、宇宙の基本のエネルギーの法則も当然知っているはず。この支配者の目的が人口を削減していって、俺たちを弱らせていくことが目的なのだとしたらば、それは当然俺たちをどんどん無防備にしていこうとするわけなんですよね。俺たちから武器を取り上げようとするはず。ではここでクイズを出します。俺たち人類が持っている人類最強の武器とは一体何でしょうか。じゃあ画面の向こう側でせーので一緒に行ってみましょう。せーの、愛と感謝です。アインシュタインも宇宙最強のエネルギーが感謝であるのと言っているように、我々人類は愛と感謝で身近な人を幸せにしていき、自分の現実も作り変えていく、最もハッピーな形に。そんな能力を人類は誰しも持っているわけですよ。この強大なエネルギーのことを引き寄せの法則だとか、鏡の法則、振り子の法則なんていう風に我々呼んでいるんですけども、この最強な能力ですよね。現実を好きなように想像していく能力、この能力には発動条件があります。それはあなたの波動がポジティブな状態になっていること。あなたのエネルギーが宇宙の愛の波動と共鳴していないと、この人類最強の力発動することはできないんですね。この愛のエネルギー、宇宙に広がっていく愛のエネルギーに共鳴するってのは一体どういうことか。すごく簡単に言うと、楽しいことをしている時なんですよね。ハッピーにポジティブに自分の好きなことをやっている時、こういう状態って我々人類は自らの波動が宇宙の愛のエネルギーと共鳴している。はい、こういうことが言えるんです。では、陰謀好きな人たちが陰謀論の話を夢中になってしているときに、一体どういう波動を出しているか。はい、俺観察してみたことがあるんですけど、友達に何人かいるんで。陰謀好きな方々が陰謀の話をしているときって、必ずネガティブな波動が出てるんですよね。敵対心、嫌悪感、憎しみ、こういった波動を自ら出してしまっている。以前の動画、日本人は洗脳されているっていう動画、まだ見てない方はぜひご覧ください。我々日本人は全員義務教育で優勝劣敗、はい、この思想を植え付けられている。この優勝劣敗の思想や我々の中にある闘争心、勝ち組とか負け組とか、そういう気持ち、劣等感とか、そういう気持ちもこの世界を支配したい人たちが作り出したシステムである可能性も大いにある。陰謀好きな方々は本当は陰謀論の話をすることによって人類を支配から解き放ちたいっていう、そういう気持ちでそういう話をしているのに、陰謀の話をし、支配者に対して憎しみを持つことで、結局支配者が作り出した戦う、競う、そういう戦争のシステムの中に結局組み込まれていってしまってるんです。で、さらに言うと、これはあくまで俺の体感なんですけども、スピリチュアル的に目覚めている人ほど、スピリチュアルなことが好きな人ほど陰謀論者に陥りやすい、そんな感じがなんとなく俺はしていて、で、これもひょっとしたら仕組まれてるんじゃないのっ
って思ってます。支配者が本当にいるとしたならば、支配者っていうのは支配者が作り出した勝ち負けのシステム、競争のシステムの中に人類をずっと留めておきたいわけなんですよ。勝ち組負け組っていう、まあそういう世界の中でアクセク頑張ってずっと生きていてほしいわけです。苦労してほしい。なので支配者の人たちがもしいるとしたならば、スピリチュアル的に目覚めてる人たちってこの人たちからしたらば脅威なんですよ。だってそのシステムの中、戦う争うっていうシステムの中から抜け出して自分で自分の好きな現実を作り出すっていう能力に目覚めている人、引き寄せの法則を使いこなす人っていうのは支配者層にとって一番の脅威だってことなんですよ。なのでスピリチュアルに目覚めた人が陰謀論者に陥るようになんとなく仕向けてる可能性もひょっとしたらあるんじゃないかなっていう、まあこんなうがった見方を俺はしています。じゃあどうしたらいいんだ、じゃあ明日からどうやって生きたらいいんだ。はい、答えはもう一つなんですよ。それは愛に向かって歩いていくだけです。好きなことを好きなように楽しんで毎日生きていくだけなんですよ。この陰謀論に関して言えば、可能性の一つとして、まあそういうこともあってもおかしくないかもな、みたいな感じで判断材料の一つとして留めておく。このくらいであれば、まあ大事なことではあると思うんですよ。でも陰謀論を掘り下げて、ネットでこう陰謀論のニュースいろいろ記事を見まくって、誰が犯人だ、誰がコロピーをばらまいたんだって犯人探しみたいなことをずっとしていても、あなたは不幸になるだけなんですよってこと。楽しいことやあなたの気分が上がることを口にした方があなた自身もハッピーになりますし、そうすることであなたの周りもハッピーになりますし、さらにあなたがハッピーで愛に満ち溢れた生活を送っていたならば、それが支配者の人たちからしたら一番の脅威になるんだってことですよ。さらにもっと踏み込んだこと言うと、自由って何ですか？一体自由って何ですか？その支配から解き放たれたいんだっていう、そういうなんか尾崎豊的なね、そういうなんかパンク精神というか、そういうのもまあ分からなくはないんですけど、支配から抜け出す、これ言い出していったらキリがないんですよ。ある程度はみんな支配されてるんです。だって言ってしまえば言語だって支配じゃないですか。言語、俺ら喋ってますけど、言語って俺が作ったもんでもないし、あなたが作ったもんでもないし、まあどこかの誰かが作ったアルゴリズムの上で俺たちは会話をしている。言ってしまえばこれもコミュニケーションは言語に支配されてるって言えますし、あとは肉体ですよね。魂なんてそう、形のないこう愛に満たされた存在からしたらば、肉体ってなんか牢屋とか牢獄みたいなもの、そういう見方もできますよね。魂は肉体に支配されてる。もっと言えば俺たちは、まあ、カルマとかあるのかどうか俺は分かんないんですけど、前世とかカルマにも支配されている。もう支配なんて言い出したらばもうキリがないんですよ。制約があるから人生は楽しいんだってことを忘れないでください。制約、困難っていうのはそれを乗り越えて何かを学ぶために誰かが用意してくれたあなたの人生のスパイスなんです。困難は、障壁はあなたのスパイス、振りかけちゃえ。辛いことやネガティブなこと話していて気持ちがなんかダークになるようなことを口にするのではなく、話していてハッピーになること、気持ちが上がること、なんか笑えるようなこと、そういうことを口にしていった方が支配者層、もしいるとしたら支配者層の人たちにとって一番の脅威だし、あなたの人生もハッピーになっていくので、ぜひ
なるべく口にすることは楽しく、ハッピーでポジティブなことっていうのを心がけてくださいね。今回はこんな感じで終わりたいと思います。動画が良かったと思う方は高評価ボタンを押してくれると、YouTube が俺の動画を評価してくれて他の人に広めやすくなりますので、高評価ぜひお願いします。チャンネル登録もお願いします。何か質問や、なんかこのポイントがすごいためになりましたとかがあったら、コメント欄で教えてください。質問も受け付けています。はい、あとさらに毎週金曜日にこの動画、このチャンネルアップすることにしました。毎週金曜の夜8時、はい、ぜひお楽しみにしてください。セカンドチャンネル、タロットチャンネルもよろしくです。ということで、皆さんがネガティブなニュース、バッドなバイブスに屈しないように、ハッピーにポジティブに明日からも生きていけるように、最後に私リオからビッグラブをお送りして終わりたいと思います。ではいきます。ビッグラブ。はい、伝わったぜ。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。 See you guys for next. またねー。